埼玉県知事交換埼玉県知事交換は、埼玉県埼玉市浦和区に所在する埼玉県の品格接遇施設である。埼玉県知事の公邸である、埼玉県知事校舎を併設し、大野元有知事が居住する。交換前の旧正浦和中学記念碑埼玉市、浦和区時和の旧正浦和中学校の跡地に立つ。1937年に、 浦和中学が両家に移転し、その跡地は、戦中は、軍部隊の用地として、使用戦後は、中流軍の宿舎用地中流軍引上げ後は、埼玉県の地方公務員研修所などに使われた。1966年に、公務員研修所が、消防学校とともに、大宮市の埼玉県主計上跡地へ移転し、その跡地に1967年9月、 現在の知事公館の館社が建設され、公館の2階を埼玉国体に臨航した昭和天皇皇順皇后のお泊り所として使用された。後日、全国身体障害者スポーツ大会に臨席した皇太子同妃のお泊り所として使用された後、正式に使用開始となった。埼玉県庁の庁舎に大規模な会議室が設けられてないため、 県庁内での重要な会議はこちらで行われる。市役所通りに面している。毎年埼玉県民の日には一般に内部が公開されている。なお、旗は,は浦和市内に自宅があったため、知事在任中は校舎を使用しなかった。ありがとうございます。